今ね、じゃあどういう感じで番組を作っていくのかっていうことですね。テレビで言うなら番組です。どういう感じで番組を作っていくのかっていうことをお話ししていきます。次はブランディングについてお話ししていきます。でまたここもちょっと本質的な部分になってしまうんですけど、まあ、ブランディングですね、よく言うと思いますけども、例えば私が、ブログを書いていますと。で、まあ、何か商品を持っていて、で売りたいと思っていてブログを始めました。ただ私は毎回写真が、普通のなんかユニクロで買ったジーパンで、ユニクロで買ったパーカーを着て、ビジネスやってますって言ってもあんま説得力ないですよね。で毎回ね、普通の居酒屋で写真撮って、でなんかその辺にいるような方々と一緒に写真を撮ったりとかして、イエイってやってても、まあ、説得力がないというか、まあ、特にね今回稼ぐ系であるので、やっぱりある程度稼いでる風に見えた方がいいわけですね。別に嘘つけって言ってるわけじゃないですよ。嘘つけって言ってるわけじゃないですけど、やっぱりその先ほどもテレビっていう概念を出しましたけども、テレビの何ですか、スタッフの人、出演者、俳優さんだったり女優さんだったり、お笑い芸人さんだったりって、やっぱりね、私服は全然違うけど、衣装としてねちゃんと着て、で化粧もちゃんとバッチリして、でスタイリストさんに髪の毛やってもらって出てるわけです。だから私たちがテレビを見ていて、見ている彼らっていうのはもうその仕立て上げられた人物像なんですよね。全部スタイリストでやってもらってるんで、自分ではです、等身大の自分ではないです。でもなんでそうしてるかって言ったら、やっぱりブスよりは可愛い子を見てた方が、ね、いいですし、ブサイクな男が喋ってるよりは、イケメンの人が喋ってる方が視聴率もいいわけですね。やっぱり気持ち良さがやっぱ違うので、まあ、お笑い芸人は別ですけど、お笑い芸人はね、不細工であればちょっと面白い感もあるので、まあ、それはそれでまた別のブランディングですよね。だからブランディングって考えて、なんかじゃあどうしようがいい、どうすればいいのかな、ブランなんか難しいことやんなきゃいけないのかなっていうような感じではなくて、そもそも商品を売るっていうことで、ブランディングは 100% 必要なんです。どの商品を、サービスでも、どの会社さんでもそうですし、ある程度ちゃんとこれを考えて打ち出してるわけです。僕例えばこう Mac ね、好きなんですけども、まあ、このデザインのね、この感じとか、この肌触りの感じとか、もちろんスティーブ・ジョブズも好きですし、まあ、そういうね、いろんなブランディング、Mac が、Mac で言うと、あとこのね、スチール感の、ブランディングとか、あとはその、なんかそのウイルスバスターとかいらないよみたいなね、やつだったりとか、あとはまあ、ね、このマウスパッドの、ね、操作性とか、そういうのは、まあ、ブランディングなわけです。実際はなので、私たちも、まあね、先ほどテレビ局をやるって言いましたけども、まあ、一つの会社を立ち上げると、一つの会社を立ち上げて、その会社のブランドを考えて、でその会社の商品を売るにはどうしたらいいのか、どういうふうに、どういうふうに、お客様に思ってほしいのかっていう、見せ方を考えなければいけないです。それを考えるのであれば、戻りますけども、ジーパンで出ているよりはちゃんとスーツで出た方がいいし、ユニクロよりは、丸いで買ったやつの方がいいですし、丸いよりもヴィトンとか、ね、グッチとか着た方がいいです、はい、それはなぜかっていうと、まあ、見え方ですよね。ちゃんとしてるんだなって。あとはもう一つの人間の潜在意識としては、儲かってるイコール信用なんですね、基本的に。そんなことないっていう方もいらっしゃるとは思いますけども、やっぱり儲かってイコール忙しいじゃないですか。忙しいイコールいいサービスなんだな。いいサービスってことはいろんな人がいっぱいいるからっていう、その自動的にね、宣伝して考えるようになってるんですよ、人間は。なので、それをね、短縮化して、Facebook とかのね、ブランディングとはみたいなやって、とりあえずなんか金ボーンみたいなねやったりしていますけど、それを飛ばしてね、それをやっちゃうとそういうことになっちゃいます。とりあえずなんかバーってやって、なんか高級車わーってやってやると、まあ、そういう感じになっちゃいます。だから本質的にその商品サービス、まあ、物流でも同じですし、コンサルティングサービスでも同じですし、まあ、さっきも言いましたけども、俳優さん女優さんもみんなブランディングしてるんです、自分の。だそれを、今回皆さんにやってもらいたいと
ということです。この後プロフィールに入りますけども、そのプロフィール作りのところからするのが非常に重要です。はい、ブランディングについてということで、今ちょっとずっとね口頭で話してしまいましたけども、まあ例えますと、まあ綺麗だな。稼いでる感が、まあ、あったとして、まあこれはやっぱり信頼なんですね。信頼わからないんですけども、信頼の後は、信頼で、これはまあ忙しいイコール、売れてるっていうことは、いい商品なんだなと。これは誰しもが思っていることです。ネット上でもね、売上ナンバーワンとかね書いてあると、やっぱああなんかいい良さそうなって思うじゃないですか。はい、ね、顧客満足度ナンバーワンとかね、購入リピート購入率 98% と書かれたら、やっぱりいい商品なんだなって思うんですよ。それと同じなんですね。だからそれは売れているとかね、だから逆算していくと、まあ売れている忙しいイコール忙しいイコール信頼、信頼イコール、まあ、稼いでるかっていうのもちょっとおかしいかもしれないですけど、あとは、ちゃんとしてる、まあ、適切な、ね、言葉がこれあんまりないんですけども、ちゃんとしてるとか、まあ、小綺麗とかですね、まあ、これを、ね、私たち個人でブログやっていくわけですから、まあ、これをね個人に落とすと、まあ、ちゃんとしてるだったり、まあ、小綺麗だったり、まあ稼いでる感だったりっていう方になっていきます。はい、なので、まあ、だからといってね、ブランド品を買えとかするわけではないですけども、まあ、そのお茶するんだったら、ちょっと高いところでお茶したりとか、打ち合わせするんだったら、ちょっと高いところで打ち合わせして、写真撮ったりとか、まあ、写真それ、ね、その余裕もなければ、最近結構加工のね、写真加工のアプリとかありますから、そういうもので、ちょっとなんか自分らしさを出して、なんかかっこよさの、かっこいい感じの写真にコーティングして載せるとかね、まあ、いろいろ、やることは、やり方はあります。ただ、まあ、私の、ね、おすすめとしても、やっぱりそのいいところでね、一流に触れるってよく言いますけども、やっぱりいいところにいい空間にいて、なんか作業したりいい空間でお話ししたりすると、やっぱり自分のモチベーションも上がるんで、そのモチベーションで家での地味な作業ができるっていう、そのいい循環になるんで、私はちゃんとしてるところに行ったりとか、高いところに行くっていうのは、まあ自己投資プラスアルファ、こういうネットにもね、こう SNS の反映反則にもつながるし、自分のためにもなるということで、私はすごい、いいところでやったりいいところの経験をするっていうのは非常に素晴らしいことだと思っています。まあ、私のね Facebook とかは特に食べてる写真ばっかりなんですけども、まあ、ある程度の金額のところで食べたやつを、まあ、アップとかねしたりしてます。ということで、まあ、ブランディングはねそういうことだということ。ただ自分の、まあ、このままねプロフィールっていうところに入ってきますけども、ただ自分と乖離しすぎてもいけないわけです。まあ、このさじ加減が難しいんですけども、まあそんな関係ねえって言っても、嘘つきまくってやる人ももちろんいるんで、まあ、でも嘘つけばつくほど、逆に言うと SNS とかって問い合わせ来たり多かったりするんですよね。実際表面しか見てない人が申し込んできたりするから、まあ、それは、まあ、コピーライティングの、ね、力とかよくいろいろあるんですけども、まあ、そういうふうに、まあ、めっちゃ乖離させて荒稼ぎして逃げるみたいなパターンもあるんです。でもそれぐらいこういう、ね、メディアっていうのは力すごいってことです。ただ、私は、まあ、そういうことはあまりね良くないと思ってますので、まあ、その自分と乖離しすぎないしすぎず背伸びしすぎないぐらいのレベルで、書いてほしい。ただ、先ほどもテレビの出演者とかもいましたけど、やっぱり見られたいように演出しなきゃいけないです。だから、例えば今回この後もねお話ししますけども、
そのバイナリーオプションをやりたい人を要は私たち集めなければいけないわけで、バイナリーオプションをやりたい人たちって逆にお客様立場だと、やりたい人は稼ぎたいし、自由になりたいとか、サラリーマン辞めたいとか、独立したいとか、そういう思いなわけですね。なので、そういう人たちが羨むような見せ方をしなければいけないです。そこで、あのね、みんなで楽しくやりましょうみたいな、あれ別にそ、まあ、関係ない、そういう人の人は稼ぎたかったりしてるわけですから。なので、まあ、これからやっていくのは、プロフィールを作るとしたら、まあ、あ、そうですね、稼いでいる、まあ、ブランディング、あとは、まあ、先ほどもちょっと重複しますけども、まあ、よくある自由な感じですね、自由な感じだったりとか、まあ、あとは、まあ、別にサラリーマンでもね、副業でめっちゃ稼いでる人とかいますんで、あのサラリーマンだけど、サラリーマンで高収入とか、で、かっこバイナリーみたいな。サラリーマンで高収入なのはなぜか、いや、バイナリーやってるからですみたいな、そういう感じでも全然いいと思います。いきなりこっちあの飛んで背伸びしちゃうと記事が書けなくなってしまう場合がかなり多いですので、あの、ね、毎回できないものをね、単発でやっても写真の数がもう追いつかなくなっちゃうんで、あのできれば毎日更新したいわけですよ。だから毎日可能なレベルのぐらいでやる。あとは、まあ、でも月に 1、2回、週に 1、2 回、まあ、そういうことができるようなレベルですかね。で、まあ、そういう月に 1、2 回行けるようなところの、例えばその高級なレストラン行ったりするじゃないですか。そしたらもういろんな角度から写真撮るんです。そしたら、まあ、月に 2、3 回は使えるんでまあもうラウンジ、入り口、食事してる場所みたいな。そしたら別にね、毎回ここに行きました書かなければいいだけの話なんです。今日の記事はこのバイナリーでこれぐらい経ちました、収益の、ね、あのスクリーンショットホテルのラウンジって今日ここに行きましたので別に一言も言ってないんで、それは別に自由ですから写真貼るのは、はい、だからそういうぐらい その目安で言うと週に、まあ、2回ぐらい、まあ、1回か2回かな、まあ、週に2回ぐらい達成できるものだったり場所だったり人だったり、事柄見せておきましょうか。事柄の LINE のブランディングをしてほしいです。で、今回はプロフィールの作成なので、ここぐらいのこの LINE ってちょっと今頭に思い浮かべてほしいんですけど、じゃあ自分がこれぐらいのレベルの LINE でブランディングできるだって思い浮かべてみて、その思い浮かべた、自分、その思い浮かべた自分、その思い浮かべた自分、これまあ、あれですよ、さっき言ってた、あの俳優とかね、女優さんとかの、まあその、見せたい自分ですよ、これ。見せたい自分、あれ？文を飛ばすでしょ。人文あ、字が間違ってるんですね。はい、見せたい自分です、これは。すいませんね、ちょっと。見せたい自分です。これギリギリのレベルの見せたい自分を描いて、でプロフィールを書いてほしいです。そこでプロフィールを書くの一番大事なのが V 字曲線ですね。よく言われる V 字曲線、一回倒産して借金1億円になったけど復活して年商10億の会社作りましたみたいな、まあそれが一番なんかすごいやつですけども、まあ、そこまですごいプロフィールモデルの人あんまりいないんで、そこまでやる必要はないです。ただできるだけ落としてください。できるだけ昔は良くなかったけど今は良くなったっていうストーリーを作ると人は共感します。
最初からね、順風満帆で、昔からね、ただムカつくだけなんで、ね、親が金持ちで10億円し、ね、資本金もらって、会社設立して、よくなりましたって言われても、あっそって終わるだけじゃないですか。だから、最初は苦労した。最初は私も独身なし、お金なしで、お金なしで始めたけど、今はこれでみたいな。そういうストーリーを、作ってほしいです。で、ストーリーの作り方ですけども、あんまりね、小学生ぐらいからやってもしょうがないんで、高校生。高校生、社会人、社会人、で今みたいな、こういう時系列で書いてみてください。なんか大学がない理由ってのがあるんですか？あ、大学ももちろん入れていいです。ちょっと大学飛ばしちゃっただけで、大学もやりましょう。すいません、僕大学行ってないんで、あまりその概念がなくて。学生の頃みたいな感じと、はい、社会人とみたいな。そうですね、はい、大学、あとはこの辺に、この辺になんかストーリーを持ってきた方がいいですね。この辺に、この辺にこう下がる感じ。例えば、ね、あと高校でめちゃくちゃいじめられたとか、あとは、まあ、僕であればスロット毎日打ってスロットだけで生活してたとかクソでしたみたいな。でそのお金でクラブ行きまくって女と遊びまくってた時期もあったので、まあ、そういうこととか、まあ、僕で若干その悪いね、極道の世界に一瞬入ったこともあったので、まあ、そういうことだったりとか、まあ、そういうなんかこう 闇だったり、全然ダメな時だったり、あとは、まあ、苦労話でもいいです。この辺、まあ、この辺は順々に調理したんだけど、社会人になって、なんだ、毎日同じことを繰り返して上司にガミガミ言われてめっちゃムカつく、満員電車やだみたいな生活が本当に嫌だったから今勉強してますみたいな感じでもいいです。何かしらね、あると思うんですね。そういう下に一瞬沈んだところが、あんまり僕も一回だけ本当にその順風満帆な人がいたんですよ。中学くらいからもうエスカレーター式の大学に行っていて、そのまま外資系入って、でそのまま結婚して、で、今ビジネスやってますみたいな、こう何のこう下がりもない人もいたんですけど、まあ、なんとか作りました。だからなんとかこう何かしらあるはずです。そんなずっとうまくいってる人なかなかいないんで、その何かしらをこう一旦下げて、プロフィールを書いてください。で一番最後ですね、一番最後この今、この今の部分ですけども、これがまあ、まあバイナリーやってますっていう落としどころです。まあ、バイナリーじゃなくてもいいですけども、まあ例えば、会社を経営しながら副業で投資関係を今やっていて、すごい、まあ、これからの将来を考えながらやっててすごい楽しいですとか、あとは、まあ、結果出てる人だったら、まあ、今ね副収入でバイナリーでこれぐらい結果出ちゃってますとか、で、あと、まあ、今充実した生活を送ってますとか、まあ、もっと下でもいいですけども、まあ、サラリーマンをやりながら、バイナリーションを勉強している、昔はもうそんなことも考えなかった、セミナーに参加することも考えたことなかったし、ビジネスを自分でできるっていうことも考えたことなかったし、副業で自分が何かを始めるっていうことを考えてなかった時期あると思うんですね、みんな。なのでその時期から考えると今すごいよねっていうことで最終的に落ち着けば大丈夫です。まだ結果出てなかったりとかする人は、はい、なのでこれを踏まえて、まあ高校生ぐらいから、社会人今で今何をやっているかっていうところまで、プロフィールを皆さんで今から書いていきましょう。一応時間はですね、じゃあ切りよく4時まで25分です。大丈夫ですか？はい、ちょっと早く締め切る場合もありますけども、4時までプロフィールを書いていただきたいなと思います。